ありさちゃんね。はい、ということで、まあね、楽しい時間というのが過ぎ去るのが早いもので、ね、皆さんが楽しかったかどうかは別問題ですね。私はすごく楽しかったので、あっという間に時間過ぎ去りまして、次で最後の曲に、一応最後の曲に、多分最後の曲になると思います。よろしくお願いします。次の曲はですね、私たちといいまして、私たちの音楽仲間が姫路の方で手柄山と、まだ手柄山というね、ところで、大きなイベント、今年 10回目になるんですけども、私たち音楽だけじゃなくて、いわゆるヒップホップの人たちとか、ダンスです、ダンスもありますし、アートの人たちとか、あと何や、あ、よさこいの人も、いろんな人たちが集まって、あの平和を祈ろうという、イベントをやってます。で、私たちがね、平和平和だとして、消えちゃいますね。喋るなってことですね。わかりました。じゃあ次の曲いきたいと思います。すみません、最後の曲お願いします。願いという、これもね、中村つゆという、メジャーデビューしている彼が作りました曲です。聴いてください。手柄山というイベントの、テーマソングです。この4月からね、日の出が来まして、皆さんと初めて会う人もいらっしゃいますけども、今後、命をここで全うしようかななんて、半分冗談で思ってます。もしよろしければね、木の伝道にまた顔出してやってください。木の伝道来てもらってね、たまにかけーかでも吹きますので、もしよろしければ皆さん来てやってください。
今日本当にありがとうございまして、もうね、パワーストーンマップに本当に感動しました。驚いたのが、子供が多い、大人が多い、みんなたくさんの人が、ね、集まって、頑張ってやってる。田舎はね、力のないところが多いと聞いてますけども、すごく力のあるところに来させていただきました。今日本当にありがとうございました。ありがとうございます。アンコールをかかったときは、できるだけ考えないと、ね、消えてしまう可能性がありますので。ということで、もう一曲だけ、それじゃあ、やらせていただきます。ありがとうございます。